どうも、なおちんです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。2周目のラスボスの手前まで来ました。レイドエネミーが何体かいましたので、戦っていきたいと思います。いい装備を落とすんだよね。ここは何をもらえるんでしょうか？ほう、なんか普通の敵だな。あ、でも、つえ！ちょっと待って。とんでもなく火力が高い。あぶねあぶねあぶね、これやられるわ。普通にやられる。あぶね。オーケー。よし、いける。おいおいおい、めちゃくちゃ普通に強かったわ。何もらえる？神王の指輪？経験値はさすがのところ。神王の指輪、性能はね、最後に見ます。うん。とりあえず、倒していきますね。まずは、ここで倒しました。次行きます。2体目発見。次は、この場所ですね。さあ、何が出てくるか。ちっちゃ。ちっちゃ。めちゃくちゃちっちゃい。けど動きが早い。あ、でも弱い。あ、いやいや、 HP 高えな。 HP 高い。ちょっと待って。うん、でもまあ大したことはないよ。おい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 、やられるなって。やられんな。よし、一応ね、経験値もったいないので。おいって、あんま動くなよ。これ主人公一人で戦った方が全然いいね。おい、よし、 HP も回復するしね。よっしゃ。おい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 。やられてる。まあ仕方ない。ここはなんだ、奥義の書重ですね。あ、すぐ横にももう一体いましたね。ここも行きます。武器が来てほしいな。なんかね、すごい武器が来てほしい。おーおーおーおお、かわいい。おー、ちょっと待って、これはまずい。状態異常か。なるほど。ちょっと、いろんな状態異常にかかるね。なるほど。じゃあこれ状態異常を完全に無効化する装備をつけてた方がいいね。これはもうそういう時にはこれだね。ブラッディアーマー、これでもう間違いないでしょう。次こそ勝つ。もうブラッディアーマーさえあればもう負けはないよ。オッケー。後ろから攻撃して、もう全部俺が引き受ける感じにしときましょうか。経験値がもっと、おい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 、経験値がもったいないんだ。よし、いける。ちょっと待って、やられるなよ。オッケー。ここはなかなかきつかったから、なんかくれ。あー、隊列の書棒でしたね。それではここが最後ですね。行ってみましょう。武器をくれ、武器を。ああ、装備そのまましてたわ。でも間違いないでしょう。うん、間違いない。多分攻撃食らうとやばいから。おお、食らうね。やっぱり食らうよ。これなら間違いなし。おーい、待って、か、生き返らせて。経験値がもったいない。よし、比較的余裕。まあまあ装備のおかげだけどね。なんだ、ソウルヘルムか。それでは入手した装備を見ていきましょうか。4つだね、入手したのは。まずソウルヘルム。うん、ただただ防御力が高いなんてことない防具みたいですね。これはいらなかったな。で、隊列の書、棒がアストラルシフトが使えるようになって、奥義書が、バトルスキル銃撃。お、強そうだぞ。で、神王の指輪、一番最初入手したやつね。あれが、
ああ、攻撃力プラス 50% か。いらないな。いらないな。まあまあ、隊列と奥義をちょっと見てみましょうか。銃撃、これ。一定確率でジャストカウンター発動後、敵のシールド値を削る割合が増える。いや、いらないな。いらないな。まあ、一応、BP 余ってるので、つけてもいいかなっていうぐらいのやつですかね。まあ、もしかしたら強いかもしれないですけどね。で、隊列は、アストラルシフトは、なんだ？ディフェンス 20%、アドバンテージ 20%、なるほど、MP 回復、そんなにいらないな。そんなにいらないっすね。俺は使わないかな。はい。ということで、今日はレイドエネミーを4体倒してみました。で、多分あとね、2体ぐらいはいると思うんすよね。もうこのフィールドにはいないんだけども、別のところにいそうなんで、それもね、倒すときは投稿しますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。